はい、皆さんこんにちは、のぺです。信長の野望新生やってましょう。さあ、前回はこちら、引き続き織田攻めを行いました。で、織田攻め非常に順調にいきまして、現在近江の方まで進出しますね。で、現在明智家の方まで迫ってるんですけども、なんとか明智家滅ぼしていきたいですね。さあ、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、この明智領のところはこの舞台が近いですね。じゃあ、こう言ってこうか。で、現在武田家が稲葉山城もうすぐ落とすんで、で、この舞台が大垣城到着して滅ぼすことができればですよね。いや、大友総理にはこっち来てもらおうか、一回。はい。で、お次はですね、じゃあ伊賀上野城攻めましょうか。行きましょう。なんとかね、観音寺城はね、無傷で取りたいんですよね。さあ、行きましょう。で、はいはいはい。で、武田家の駒井紅白斎さんがお見合いです。はい。神前ですね。ナイス。よしよしよし、いいぞ。で、こっちの明智の舞台が、ちょっと邪魔やな。戦が始まる。で、なんとかしてもろうって。で、はいはいはい。兵を奮い立て。で、合戦できる。あー、できない。はい。敵勢。さあ、織田も混乱しておる。で、小谷城を攻めてもいません。で、ちょっとこっちの800はね、そう早まらないで。はい、こっちこっち、逃げて。で、こっちの5000を、どうか。じゃあ、いや、こっち、こっちかな。よし、行きましょう。あの城は落とさねばな。さあ、で、磯野一正を解き伏せた。ナイス。よし、これは、小田家も相当な戦力ダウンなはず。で、労力は待ってますね。そうやな。ああ、金ヶ崎城。はい。で、神前行ってるの。ああ、そうなの。じゃあ、はい、考え水路。はい、じゃあ、作ってもらおうて。成し遂げてみせます。あと、もう3は余ってるんだよな。こっち、ああ、立部山。じゃあ、立部山も、はい、考え水路どうぞ。で、神前、さっきやってたっていうのどこ？あ、ここか。いや、違うな。ここ？あ、ここだ。じゃあ、大友総理に、はい、お願いしましょう。はい、お願いします。行ってみよう。この城は、で、はい、沢山城落としました。ナイス。オッケー。よし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 、よくやった。で、敵将はこの2人ですね。はい、縛り上げよ。で、この2人投与の失敗。はいよ。で、こっから、そうやな。じゃあ、こっちの舞台、はい、こっち行くか。あの城は落とさねばな。この8000で観音寺行くことできるか。あの城を奪いに行く。大友総理の舞台だけちょっと星強度が少ないんで、さあ、では行ってみましょうか。まあ、観音寺城ちょっと、いや、無傷で落としたかったけど、まあ仕方がない。さあさあさあ、大丈夫？ちょっと画面固まってんな。大丈夫かな。ちょっと今日、パソコンの調子がおかしい。大丈夫？で、こっち500。無理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 。ちょっときつそうだな。やっぱ兵を分散させたのがいかんかった。こっち。いやー、部隊もいないもんね。なので、今度はじゃあ攻略目標を観音寺城に移そう。いや、でも、準備1城だけか。あ、それは意味ないな。まあ、それか、三好援軍貸してほしい。ああ、よしよしよし、いいよ。じゃあ、こっち、観音寺城。頼んだ。構わぬ。ちなみに、同盟あと7ヶ月。で、武田と同盟あと11ヶ月ね。了解です。行きましょう。こりゃ。さあ、大垣城は何としても落とす。で、はいはいはい。で、労力は？ちなみに開発は終わってたっけ？あ、もう終わってるんだ。すごいな、ここ。いいぞ、いいぞ。ここは素晴らしいですね。となると、早めに、本拠を移転するのもいいという感じでしょうか。商人町。はい、お願いします。さあ、金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 。で、あっぱれ。さあ、どう？なんとか高取城もいい感じで攻めてる。いやー、どうだろう。いや、腰魚類きついな。あー、でもこっちは立花同説軍団か。いや、でもよう頑張ってくれてる。サンキューサンキュー。いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。で、そうやな。こっち攻めれる。
これで互角か。いや確かにちょっときつそうだな。もうちょい兵力を回復させよう。不覚を取ったわ。さあどうだ、2段目以上。よし、引くことになろうと。でこちら、さあこっちを落ち、さあもうすぐ落ちる、明智家がもうすぐ落ちると思ったら、はい、元服ね。はい、この方、はい、道直ね。はい、さあどうでしょう。いやもうちょっとなんだけどな、兵が出てるからな。く、倒せる。さあついてこい。で、織田家でなんか事件、なんか蒲生氏郷がなんとかかんとかね。で、三好家、これは三好康永が改名、まあこれはいいや。で、武田のイベントも、まあいいや。で、こちら、はい、従属吸収、朝倉家ですね、ナイス。お聞きください。これはね、待ち望んでた。よし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 。で、次は内政ですね。今度は城下町、じゃあ初任町、はい、よし、早速始めまする。さあ行きましょう。で、この方、撃たれたか。この俺が、いやー申し訳ねえ。で、初任町建設、ナイス。さあどう、ちょっとね、今日パソコンの調子がなんかよう固まる。ごめんね。になろうと。さあ行け行け。で、大垣城とね、行け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 。で、はい、武将のこの方が亡くなってしまったか。いや、ありがとうございました。ちょっと固まっちゃう、ごめんね。野戦となる。さあ頑張れ頑張れ。構えよ。さあ行けるか行けるか。頑張れ頑張れ。もうすぐ落とせる。よーし、オッケー、大垣城落とした。オッケー、結構大変だった。さあ明智家を滅亡させました。さあということは敵将捕獲、いやー素晴らしい、人材がすごすぎる。明智光秀に竹中半兵衛か、ほうほうほう。そしてその他もろもろ、さあどうでしょう。お支えいたします。で、明智光秀はうちに来てくれた。で、あと他はお断りします。あー秀光、なぜなぜお前は。まあ解放してやるか。はい、噂に聞くより、こいつ処断すると光秀の心象が悪くなりそう。オッケーオッケー。帰還してもいいですか。はい、お疲れ様でした。で、よくよく見てみると、論功行賞、はいはいはい。で、人事賞罰で、明智光秀、あれ意外と中世赤じゃない。いやでも赤のやつ発見してしまった。じゃあそなたにはじゃあ武具を授けよう。はい、カブトね。よし、喜んでくれた。よしよしよし。ちょっときつそうだな。なのでもう一回舞台を送る。伊賀上野城行きましょう。よしよしよし、兵も回復してきてる。ついてまい。オッケー。さあ行くぞ。さあで、織田の舞台がまた集結してる。もうこっからはエンドですよ。ここはまあさすがにきついか。立花同説軍団次第だな。さあ行け行け。さあみんなで協力して、で現在これは三好の軍、援軍か。観音寺城を攻めてるね。 OK、 助かる。ちょっと応援したいっすね。いやだけど少ないか。戦じゃ、みんな心構え。さあ頑張れ頑張れ。で引き抜き、あ破壊か、いいね。じゃあお願いします、黒田官兵衛。さあでちょっとまた固まってます。うわしっかりしろ私のパソコン。で引き抜き申し上げましょう。はい。で援国投与、はい、お願いします。お聞きください。なんだったらもう今川家もね攻めたいっすね。こう鳥羽城さえ落とせればいける。戦となる夫人を。さあ来ちゃった。これは滝川一馬か。こっち行きましょう。さあ負けんぞ。はい、出陣いたします。素晴らしい。さあで、はい、朝倉家取り込み成功です。パチパチ、やったー、オーケー、素晴らしい。で、よし、立花同説軍団動いた。助かるべ。いやでも観音寺城めっちゃ荒らされてるだろうな。あーで撤退了解。で、観音寺城落とせなかったっすけどごめんねっていう話。よ、大丈夫よ、オッケー。で、ここ合戦できるか。動くべきか。いやーできるけど負けるか。いや強えなやっぱり。陣を動かすか。ちょっと一旦、はい、歩みを進めよ。
で、まだ行かないで、まだ行かないで。信長めっちゃ強いから今。はい、こ行くぞ。足を動かせ。で、引き抜きの2失敗、了解。まあいいですよ。で、全部隊で腕が鳴るわ。さあ、そろそろ行きましょうか。はい、こ彼の血を落とす。戦となる。さあ、で、労力ある。で、浄化施設、じゃあ、考え水路、はい、はい、行ってこい。で、あとは、はい、初任町。いやー、結構城下町空いてんな。再生で、で、合戦できる。陣を動かすか。できるけど、よしよしよし、いけるいける。さあ、行きましょう。はい、島ヶ原の戦い、大友宗麟 VS 織田信長、行きましょう。さあ、勝負。行くぞ。まあ、勝ってはね、うちが有利なんで、なんとか、格好撃破行きたいっすね。だけど、部隊数は向こうのが多いか。じゃあ、格好撃破は、撤回。じゃあ、こっち行くか、はい。いや、まあ、こうだな。で、こう行ってもらおうって、で、こっちからこう来るから、はい、動くべき時は今ぞ。で、こう行って、はい。いざ進まん。で、ここを押さえてもらいたい。要所を制するのだ。で、こうね、はい。でこう、まあ言うて向こうの右翼もそんなに数がいるわけじゃない。でどういける？さあ急いで急いで。でそこ制圧。試される時ぞ。で、はいはい。さあ、で向こうの部隊到着。で一番やりは福留近政かな。うわーまずいまずいまずい。取られてるよ。まずまずまずい。ここにここいっか、はい、敵を退けるぞ。やばいやばいやば。で、そこを押さえて、はい。お、で、そこね、はい。仕方ねえ。さあ、撃て撃て撃て撃ちまくれ。だけど、私もピン、やばいかも。さあ、こっち、はい。ほらほら、やめなさい。君たちやめなさい。ここから離れなさい。こっちは、はいはいはい。で、こっち抜けてるやん、もう。お刺し抜けてるよ。我が武力やばいやばいやばいの敵を打ち払わん。で、こっちよし倒した。オッケーオッケーオッケー。やっぱこの弓撃たれてるのがめっちゃきついんだ。で、さあ新手が来た。まあ言うて向こうの新手もそう大したもんではないでしょうけど。さあどうぞどうぞ。で、こっちは誰それ。あー柴田勝家か。かかれ柴田。いて早く倒して。よし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 。だから行くなよ行くなよ。あの高台あるから。ほら行ったら死んでたわ。危な。さあどう。でそっち OK。 よし前田としてでかい。こっちは大丈夫。まあ大丈夫そうだね。じゃあここ行くか。ご命令。さあ来いや。今が好機。でそっちはどんな感じ。鬼は大丈夫。でそこ撤退。よし優位にあります。はいはいはい。さあ撃て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 。いいねいいね。突っ込んできよった。恐ろしい。いや一旦ちょっと休憩するか。はい。ちょっと突っ込みすぎた。で撤退。よし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 。でそこはどう。それ味方やんけ。いやいやいや、まずまず、はい、いや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 、敵を退けます。まあ言うて軒口そんなすぐ壊れると思うが。えらいもんじゃん。こっち勝って。さあ元気なやつに変える。はい、モーチさんで受けか。さあで、これは大友総理によしよ。さあ壊滅。よしよしオッケー。でこう、はい、さあ壊滅させて。でこの高台壊すよ。やべえ間に合う。さあよしよしオッケー。でこういくぞ。さあ突っ込め。突っ込め。はい。さあどうする。でこう。さあで撤退。よーし、オッケー倒した。ふう。で、イフ中なんで、拠点1個ぐらいは取れるんじゃないかな。さあで、ちょっと固まってます。ごめん、本当に今回。なんで今日こんな固まってんの。みんなよう戦った。勝ち時はあげよ。オッケー、オッケー。よし。オッケー。さあで、くんこも稼ぎまして、はいはいはい、オッケー。さあ、井上農場は取れるんじゃないでしょうか。
さあどうだ、さあ手動オッケー、よし、伊賀上野城は取れた。で、あ、日野城も取れましたね。まさか、よし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 、あ、日野城取れてないわ、ごめん。よーし、オッケー、日野城も落としました。よし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 、非常に順調。で、敵将、あ、秀長捕まってんじゃん。あらあら、いや、忠誠心だっけな。はい、逮捕してやるわ。寛大な方です。で、はいはいはい。で、帰還してもいいですか？ダメ。もっと攻めてもらう。これまでか。で、そうだな、観音寺城、破壊。ぐーっといけるかな。多分失敗したんだなこれ。じゃあこっちの4000は陣を動かすか。違う。いやー、でもまだ織田めっちゃ来るね。あれ、おかしいの。ちなみにこいつはどこ来るんだ。亀山城向かってんのか。で、今亀山城に三好の援軍送ってるんで、多分それの牽制がうまくいってるんでしょうね。動くべきか。こっち観音寺落とすか。あの城を奪いに行く。で、この観音寺城は軍団に組み込もう。はい、これで一窓軍団相当強くなるはず。ほい、もうなんだったら攻めれるんじゃない。ほい、城を攻めよう。さあ、この辺とかどうかな。で、武田は援軍くれないかな。いや、くれないよね。そうだそうだ、この織田と武田が同盟組んでるからね。まあだからうちにね、武田の援軍が来ることはないと思うんですけども。ちょっと待って、今少しよろしい。武田の信用が100に到達しました。はい、うわ、これもしかして織田と揉めた。よろしいですかな。そうなるか。だって、いや、揉めてないけど、あれ、どういうこと。君らどこ行くの。あー、なんか今川行くのか、もうぬか喜びしちゃったよ。武田が今川攻めるのはちょっと想定外だな。いや、同盟こう切れちゃったんだ。いや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 、いやー、今川滅びるか、悔しい。私が取る予定だったのに。さあ、観音寺城落としました。パチパチ、オッケー。ここ落とせたらでかい。で、前田刑事捕まってるじゃん。あ、で、村井貞勝さん、どうよ。あ、で、筒井さんは来てくれる。まあさすがにここの2人は無理だな。はい、じゃあ解放して。次はおらぬか。で、高取山城落としました。ナイス、立花同説軍団。ナイス、やっぱ強えな。で、あ、寝返りしかできる。はい、で、この方、はいはいはい、お任せください。で、次はで、この方が寝返りまして、はいはいはい、いいね。で、次はこの方。はい、良き案がござる。そうだな、一時期より織田も相当ね、小さくなっちゃったもんね。で、次はね、新宮城落としてほしいな。ちょっとこっからだとね、私手出せんわ。我が主なさ。さあ頼んだよ、どうせ。力を尽くす。で、士官、はい、お聞きいただき、中坊秀助かな。で、三好家はまだ従属できないか。いや、確かにでっけえもんな。それかこちら、忘れてたな、石山ごぼう落とすか。本願寺攻める、行きましょう。さあ、お前らは容赦しない、行きましょう。遅れずついてまいる。ずっと三好のとこに隠れておって。で、7000。いや、ちょっと勘弁下がって。はい、ちょっと集まってから行きましょう。やっぱ信長強えな。で、松永久通か。久秀はもういない。もしかしてもう爆死したかな。ご命令とあらば。ちょっとこっち、はい。で、こっちもちょっと待機。はい、こっちね。はい、前線で待機。はい、皆の者、進むぞ。みんなが来てから行きましょう。次は、で、よしよしよし、三好の援軍が亀山城包囲してる。さあ、立花同説動いた。新宮城落としてくれ、頼む頼む。だあ、二段目御所落とされた。あ、で、長島城落としました。ナイス、よし、オッケー。で、敵将は、あ、吉川元春。お前織田家にいたのか。東洋、いやだよな。高影のこと怒ってるよね。いや、でもだいぶね、許してくれてるんじゃないかなって勝手に思ってる。遅れるでないぞ。で、はい、一万の軍団もう動きました。亀山城攻めます。ナイス、動いてくれた。次
いいぞいいぞ、オッケーオッケー。でうまくこっちの本体もね牽制できてるみたいなんで、で、あ、まあまあまあこれは、はい、で、なんだ、よし、あー高橋ジョーンか。これね、読めないんですよねなんて名前なんだろう。は大友家重臣の次男で、主君大友総理から宿坊された優勝である。お呼びでございますか殿。思うところあり。しげしげしげよしげ、そなたに折り入って話がある。至高よれ。はっ、実はな、そなたに鎮西の名門高橋家の名跡を継いでもらおうかと思っての。高橋家を、それがしがでございますか。高橋家は九州北部において古代より続く、氏族だったが、当主、秋種が大友家に反抗し家督を剥奪されていた。吉弘家のそれがしが高橋家を継ぐなど恐れ多いことにて。秋種とて元は市間田家の出身じゃ。奴の裏切りによりこのまま立花、高橋家を断絶させるのは忍びない。まあまあそうかもしれませんけども、そなたには今後大友家を支える支柱席となってもらわねばならぬ。いずれ義弘を継ぐ兄、重信と共に重臣の列に加わってほしい。それが我の願いよ。心得も。かしこまりました。そこまでのお考えとあれば辞退するわけにはまいりませぬ。かくして重は高橋家の名跡を継ぎ名も、秋種と改めた。一般には出家後の号で高橋常雲として知られる。いやおめでとう高橋常雲。あ、元から高橋じゃなかったんだね。で、こっから立花宗茂が生まれるんだ。はあ。で、この方、はい、はい、元服、はい、元服、はい。まあ、言うてまだね、1569年ですからね。敵兵を蹴散らすぞ。さあ、さあ、なりますか、大撃が。で、まだ出てくるよ。頑張れ、頑張れ。兵を奮い立て。頑張れ。さあ、亀山城落としました。よーし。それはね、市間田さんもらっていいからね。遅れるでない。さあ、市間田軍団、今度は清洲城を攻めます。よしよし、めっちゃやる気。いいねいいね。で、9名なくなっちゃった9名もされるか。いや、今までありがとうございました。やろうども。さあ、行きましょう。で、兵糧支援、はい、お願いします。やってみせましょう。で、今度は、はいはいはい。で、また固まってるけど、で、ここは鉄砲やぐらもういらないわ。いや、ここはね、役目を果たした。いや、お疲れ様でした。で、今度は商人町で、いやー、稲詰所か。ここは商人町作らなくていいや。で、こっちの二条御所も鉄砲やぐらいらないですね。ちゃんとね、役割を果たしてくれたわ。いやー、ありがとう。で、労力足りません。行きましょう。で、新宮城もうすぐ落ちるかな。あー、また固まった。頑張れ、私のパソコン頑張れ。で、ここで前もって本拠地移しておきましょうか。もう言うても三木城開発終わってるもんね。じゃあ二条御所行きましょう。移ります。はい。さあ、ということで、これから二条御所本拠地として定めます。いやー、感動的ですね。で、制作も、ま、金銭収入、いや、まあまあまあ、待て、ちゃんとこの辺いじってからにしよう。ちなみに、軍開発は、うわー、もうほとんど壊れてるか。さあ、こちら、石山ごぼうももうすぐ落ちる。頑張れ、頑張れ。さあ、落ちました。オッケー、石山ごぼう、我らの手中にあり。さあ、ということで、はい、石山ごぼうじゃなくて、本願寺家滅亡しました。パチパチ。で、敵将捕獲。で、下妻雷連本願寺家に、うわー、素晴らしいな。ここもね、もう層が厚い。で、下妻雷連さんは来たけど、これもしかして、本願寺県には断ってない。あれこの人だけ断ったんだ。よーし、お前らキリスト教に改宗してやるからな。よーし、オッケー。帰還してもいいよ。はい、お疲れ様。で、石山ごぼうは一応範囲ないですね。で、こっから三好を攻めるとして、この本願ね、この石山ごぼうを落とせるのかな。落とせるっていうか、守れるんでしょうか。
さあで吉川元春が、はいはいはい、新宮城は大友家に降伏させていただく。え、あ、はいはいはい、落ちましたね。まだね防衛力ね余りがあったんですけど、あー本当に。え、ってことは吉川元春私たちを許してくれるというのか。いやーここまで長かったね。じゃあ投与します。オッケー。いやー本当今までね本当にいろいろ苦しい思いをさせてしまったでしょう。本当に申し訳なかった。高掛の件は本当に申し訳なかった。私がね溶け出して謝りますね。備えよ。さあということで、あーでこっちも来るのか。いやまだまだ織田攻めかかるな。で清洲城はどうだ。もうすぐ落とせそう。オッケー、一丸軍団が落とした。よーしナイス。縛り上げなさい。さあ捕獲したのはめっちゃ捕まえてる。ここ織田家の本拠地だったか。よしじゃあ投与します。で池田綱之うそあなたが来るんですか。で12人の投与に成功しました。めっちゃいるね。でまあ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 、じゃあ君たちは解放してあげよう。恩に着るぞ。まああとなんか軍団に任せてもいいんじゃないかなって思うね。さあということで今回はここまでにしましょうか。途中ねフリーズすることが多くて申し訳なかったです。原因ね今から追求しますんで。いやということで、お疲れ様でした。はい今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。